タートルトークは世界のディズニーパークにあるアトラクション。タートルトークは CG で再現された映画ファインディングにもに登場するウミガメのキャラクタークラッシュとゲストが会話をしながら楽しむ参加型ショーのアトラクション。アトラクション内は正面に巨大なスクリーンが設置されている。スクリーンは海と客席とを隔てるガラス窓という設定であり、スクリーンには CG で どこまでも広がる海とクラッシュ用のマイクが再現されている。ショーは司会進行役のキャストとクラッシュによって進められる。クラッシュの声はゲストからは見えない位置にいる声役のキャストによって発せられ、その声に合わせて CG のクラッシュが動くようになっている。CG は映画版と同等のクオリティで構成されている上、声の発音に合わせて コンピューターが声を認識、かつ瞬時に適切な口の動きをするようになっており、ゲストは実際にクラッシュと会話をしているような体験をすることができる。アトラクション内では前方エリアの床に主に子供のゲストが後方の映画館の座席のようなエリアに大人のゲストが座るようになっており、前方エリアにいる子供のゲストがクラッシュに質問したり、 クラッシュの質問に答えたりすることができる。子供に対する質問などは、司会役のキャストが誘導する。クラッシュ役のキャストは、ゲスト全体が見渡せる位置におり、質問をするゲストの身振り手振りや服装などについても、言及することがある。青い魚のキャラクター、ドリーが通りかかり、話しかけてくることもある。このような内容のアトラクションであるため、ショーの内容は、 毎回異なり、ショーが面白いか否かは、クラッシュの声を担当するキャストの話術と司会役の、キャストの進行の技量によるところが大きい。なお、このアトラクションの基本構造をそのままに、キャラクターや設定を変えたアトラクションが2つある。一つは、香港ディズニーランドなどにある、クラッシュを、映画、リロスティッチの、スティッチに置き換え、設定は、スティッチの侵入した。 宇宙船に変更したスティッチエンカウンターで、もう一つはフロリダのマジックキングダムにあるクラッシュを映画モンスターズインクのマイクに置き換え、設定はモンスターズ社に変更したモンスターズインクラフフロアである。2016年映画ファインディングドリーの公開に合わせてリニューアルが行われており、にもマーリンスクワートの他、 ファインディングドリーからデスティニー、ハンク、ベイリーが新たに登場した。世界で最初にできたオリジナル版。シー・ウィズ・ニモフレンズ館内に設置されている。ディズニーアニメーション内に設置されている。時間帯によって、関東語、英語、北京語で実施されていた。2008年前半のノンストップサマーファンの期間中、期間限定アトラクションとして、 メインストリート USA にオープンした。なお、香港ディズニーランドには常設のアトラクションとして、スティッチエンカウンターも存在する。しかし、スティッチエンカウンターも2016年5月2日をもってクローズした。リアルタイムでディズニーの仲間と直接会話ができるシステムは、東京ディズニーリゾート内で初の試みとなる。 2008年10月29日、東京ディズニーシーを運営している、オリエンタルランド社の広報部より、東アトラクションの導入決定を一般公開した。総工費は、約13億円。設置エリアは、アメリカンウォーターフロントにある、SS コロンビア号の船尾で、入り口は、SS コロンビアダイニングルームと、テディルーズベルトラウンジの入り口の左側にあり、タートルトークと、 クラッシュが書かれたアーチが設置されている。SS コロンビア語などの写真が飾ってあるミュージアムという部屋を通ったゲストはレクチャールームに入る。ここではスライドを使ってのアトラクションやハイドロフォンの説明やショーで使う言葉の練習などをする。それらのプレショー終了後に戦尾にある海底展望室に行き、ハイドロフォンを使ってクラッシュと会話する。 海底展望室の窓には海の世界が広がっており、ゲストが呼ぶとクラッシュが遊びにやってくる。ちなみにクラッシュとの会話に使うハイドロフォンとは研究者たちが海の仲間たちと人が会話できるために開発した最新式の装置で、この装置を使ってゲストはクラッシュと会話するという設定。2008年1月26日には当日、 TDS 親子で訪れたゲストの中からキャストが声をかけ了解を得たゲスト対象にプレイテストが行われた。2009年9月19日から海底展望室の準備ができた日に限りスニークプレビューとして一般公開を実施しており9月24日に報道陣とエキストラに公開。また8月には入り口のアーチは完成されていた。なお、 2014年9月4日より講段社がこのアトラクションのオフィシャルスポンサーとなった。新キャラクターなどを追加するリニューアルを行うため、同アトラクションは2017年2月9日より一時的なクローズとなり、ポートディスカバリーの新アトラクション、ニモフレンズシーライダーのグランドオープンと同日の2017年5月12日にリニューアルオープンした。 2020年2月6日から、ファストパス対象アトラクションとなったが、ファストパス発見機はなく、タートルトークのキャストに声をかけるか、東京ディズニーリゾート公式アプリでの取得となる。https, ディズニーパークス、ディズニーゴー .com、ブログ、2016、レイオン、ファインディングドリーキャラクターズツーデビューアット、タートルトークウィズクラッシュインメイ。 東京ディズニーシー2009年度におけるアトラクションの新規導入について東京ディズニーシーのアトラクションタートルトークにディズニーピクサー映画ファインディングドリーのキャラクターが新登場2017年5月12日よりスタートオリエンタルランド2016年10月17日閲覧ありがとうございます